私の名前はユリコ、28歳。得意の英語を生かして在宅で翻訳の仕事を請け負っています。夫の敏夫とは結婚して3年目。大学時代の友達、みゆきの紹介で出会いました。みゆきは自分の同僚を次から次へと結婚させていく凄腕なコードとして広く知られていたのです。敏夫の第一印象は優しくて面白い人でした。笑顔が爽やかで好印象だったのを覚えています。引っ込み思案なところがある私をぐいぐい引っ張っていろんなところに遊びに連れて行ってくれました。私にないものをたくさん持っている素敵な男性。この人となら幸せな家庭を築いていけるかも。そんな淡い期待を胸に私はとうとう結婚を決意。敏夫からのプロポーズを受けることにしたのです。だけど、いざ結婚してみたら本当に最悪。敏夫は実はとんでもなく意地悪な男だったのです。夫婦の連帯債務でローンを組んでマイホームを買ったのですが、そこからが地獄の始まりでした。おい、俺が帰ってきたのにどうして飯の支度ができてないんだ。お前の仕事だろうが。今日の仕事が少し長引くことはあらかじめ連絡しておいたと思うけど、今から作るから待って。ち、本当に使えねえな。さっさと作れよ、さっさと。先に風呂に入る。結婚してからの敏夫はいつもこんな様子。結婚前の優しさなんか今は欠片もありません。いつも高圧的で食わせてやっている感丸出しです。口調も態度も乱暴で、モラルのない発言も目立ちます。稼ぎはむしろ私の方が多いくらいなのに、外で仕事をしている者の方が偉いと敏夫は思っているようです。敏夫は休日で家にいても家事なんてまずしません。私に押し付けっぱなしでスマホをいじってばっかり。どうも両親に甘やかされて育ったようなので、自分が家事をするなんて考えもしないのでしょう。私は在宅で仕事をして、彼よりも稼ぎながら同時に家事もこなさなければならないのでした。どう考えても不公平な状況なのに、敏夫は知らんぷり。分担も協力もせず、自分のしたいことばかりします。ある日、私はついに我慢しきれなくなって、ソファーで寝そべっている敏夫に意見しました。自分で食べた夜食のお皿くらい自分で洗ってくれない？それくらいのことはできるでしょ？ああ、洗い物はお前の仕事だろうが。そんなこと決めてません。ねえ、お願いだから少しは自分のことを自分でする習慣をつけて。まるで小学生の子供に教育をしているかのよう。私は言いながら、なんだか情けなくなってきました。敏夫は、わかったよ、と半切れ状態。その様子がまた子供っぽくて、私はがっかりしました。敏夫のダメおぶりをあげれば、キリがありません。非協力的なだけならまだしも、家を荒らす一方。掃除機やほうきを持ったことなんか一度もないし、食べたお菓子のゴミや食べこぼしも覆ったまま。脱いだら脱ぎっぱなし、食べたら食べっぱなし。こんなだらしない人は見たことがないというレベル。私の負担は増える一方で、このままだといつかは体調も悪くなりそう、なんて思うことも増えました。私は我慢しきれなくなって、家事の分担についてちゃんと話し合おうと敏夫に呼びかけました。だけど敏夫はその話し合いそのものを拒否。家事は家にいる女がして当然だと言い出したのです。俺は外で働いてんだぞ。で、お前は家にいる。家事をするのはどっちだ？どうせお前だろうが。私も家の中で仕事をしてるよ。そのことはこの前ちゃんと説明したよね。仕事内容も説明したよね。その仕事の合間を縫って家事もやればいいだろう。大した稼ぎでもねえくせに大きな口を叩くな。毎月の稼ぎは同じ程度か私の方が数万円くらい上。そうはっきり言えば少しは違ったかもしれません。だけど、
それを言うと敏夫にもっとキレられそうで、怖くて言えるような状況ではなかったのです。敏夫は飲むと普段よりずっと面倒くさい男になります。職場や仕事に関する愚痴を延々と垂れ流すのです。話の内容や語り口から分かったことなのですが、どうも敏夫は勤め先では立場が弱いようでした。そのせいで溜め込みがちなストレスを家に帰ってきてから思う存分発散しているらしいのです。俺は仕事で疲れてんだよ。話しかけるな。家事の分担はしない。嫁がやって当然のことだ。共働きなんだからそんなこと言わないでよ。敏夫から見えないだけで私も仕事してるのに。在宅の仕事なんて遊びみたいなもんだろうが。仕事ってのは外に出て働いてなんぼなんだよ。接すれば接するほど敏夫のあらが見えてくる毎日。彼は古臭い考えで凝り固まったつまらない男でした。敏夫に話しかけても愚痴や悪口しか出てこないので、夫婦の会話はどんどん減っていきました。他人をバカにしたり、上司の文句を言ったり、そんなものを聞きたいと思う妻なんかいません。結婚前の優しかった敏夫はもうどこにもいない。私は毎日そんなことを考えるようになりました。ため息をつくことが増えて、このままだと自分はダメになってしまうと思って悲しくなりました。そのうちに、敏夫は仕事で溜め込んだストレスを遊びで発散するようになりました。健全な遊びならもちろん問題ないのですが、残念なことに違いました。ハマったのはギャンブル。敏夫は休みの日には朝からパチンコ屋に入り浸り、競艇や競馬、競輪などにも通い始めたのです。人の趣味をどうこう言いたくはないのですが、私はギャンブルにはまる夫を恥ずかしく思いました。必ず勝って帰ってくるわけではなく、負けることの方がずっと多いので、本当に最悪でした。いつか子供ができた時のために、貯金もどんどんしていかなければいけないと私は思っています。だけど、敏夫にそんな考えは一切ない様子。夫婦の共有口座にお金を入れているのは私だけです。ねえ、毎月のお給料から少しくらいは貯蓄に回してもらえないかな。将来のこともあるし。うるせえな、わかってるよ。俺だって投資とかいろいろ考えてるっての。バカにすんじゃねえぞ。運用も大事だろうけど、普通に貯金もしてよ。せっかく二人で稼いでいるのに、浪費はダメだよ。私が何を言っても、最後にはうるせえなで黙らせて終わり。それがいつものパターンでした。自分で稼いだ金を自分で自由に使って何が悪い。敏夫のそういう考えもわからなくはないのです。お金を使うことをダメだなんて言いません。ただ、それと貯蓄をしないこととは話が全く別。将来のことを考えず、目先の楽しみのためだけにお金を使うなんて、大人失格だと私は思います。だけど、そんな私の気持ちなんて敏夫は知らんぷり。休日になるとまた、朝からパチンコ屋に並ぶのでした。そんな状況に疲れてしまった私は、みゆきに会って相談することにしました。みゆきは平謝りでした。本当にごめん。敏夫って家ではそんなにもダメ人間なの？私全く気づかなかった。みゆきと敏夫は同じ会社の同期なのです。敏夫は社内では比較的きちんとしているとのことでした。自分のことは自分でやってるし、周りに迷惑もかけてないよ。いつもヘコヘコして低姿勢だし。だとしたら、社内ではずっと猫をかぶっているんだと思う。そのストレスを家の中で発散しているのね。許せないわね。在宅で仕事してる妻をバカにして、家事を丸投げっていうのは特に許せない。自分のことを自分でしないところも、ギャンブルにかまけて貯金を一切しないことも、全部許せない。みゆきは私に離婚を勧めて、このまま敏夫と無駄な時間を過ごす必要なんかないと言ってくれました。別のいい人なら今度こそ私が責任を持って紹介するからさ。本当にごめんね、ゆり子。その日から私は
みゆきが進めてくれた通り、敏夫との離婚に向けて行動を開始したのです。正直、敏夫と別れたい気持ちは前からありました。みゆきに背中を押してもらった形です。みゆきに相談して本当によかった。私だけではいつまでも行動に移せなかったでしょうから。私は自分に一番都合のいい形で離婚できるよう、情報収集や荷造りを密かに確実に進めました。みゆきに相談をした日からおよそ半年。その頃にはもう私はすっかり準備を終えていました。いつでも一人で生活を始められる状態。実家の両親にも事の次第を説明して了解を得ていました。私が離婚を切り出すと、案の定、敏夫は切れて怒鳴り始めました。テーブルを叩いて絶叫です。この俺と別れてどうやって生活していくつもりだ？お前みたいな女をもらおうなんてやつはいないぞ。再婚のことは放っておいて、私の問題だから私が何とかするよ。それより、同意してくれるのね？離婚でも何でもしてやるよ。お前みたいな女はこっちから願い下げだ。俺がお前を捨てるんだ。はいはい。気の済むように考えていいよ。私は、記入済みの離婚届を敏夫に渡して、彼の文を書いてもらいました。敏夫の手は震えていました。敏夫は多分、ものすごく頭に血が昇っている。こんな状態で、冷静な判断ができるのかと不安でした。財産分与はしない。家具も全部渡さないからな。いいよ、それで。家のローンは、敏夫のものね。私の分も含めて、他の金融機関に借り換えをして。わかってるよ、ごちゃごちゃ言うな。翌日、私は離婚届を市役所の窓口に提出しました。こうして、私たちの協議離婚は無事に成立したのです。私は、業者に連絡して、まとめておいた荷物も搬出。実家の自分の部屋にすべて運び込んでもらいました。手続きも引っ越しも一日で完了。こんなに簡単に済むならもっと早く行動しておけばよかった。離婚後の私の暮らしは穏やかそのものでした。仕事は順調。家事の大半は主婦の母がしてくれます。学生時代に勉強に集中していた頃と同じ環境。作業がはかどって私の収入は目に見えて増えました。その増えた分を私は家賃代わりに家に入れました。成人の私が養われているわけにはいかないからです。そんな生活が2ヶ月ほど過ぎた頃のこと、敏夫から久しぶりに連絡がありました。はい、もしもし、どうしたの？どうしたじゃない。気落としが多すぎてまともに生活できねえんだ。どうしてくれるんだ？連帯責任で組んだ住宅ローンを敏夫が自分だけで借り換えたのだから支払いは増えて当然です。そんな私の説明くらい理解できているはずなのに、敏夫は怒鳴ることをやめませんでした。ここまで支払いが多いなんて思わなかったんだよ。どうすんだよ、お前の責任だぞ。お前も支払え。今さら何を言ってるのよ。支払いません。忙しいから切るね。敏夫と話してる暇はないの。犬みたいに吠える敏夫を無視して、私はさっさと通話を切りました。そしてすぐに着信拒否設定。敏夫の暮らしは本当に厳しいようで、以前のようにギャンブルを楽しむ余裕もなくなったようです。働いて、支払いをして、食べていくだけでやっと。貯金に回すお金もないといつも嘆いているんだとか。しかも家事は一切できないから家の中は荒れる一方。ゴミ屋敷化したことが後から明らかになりました。私はそれらの話をみゆきから聞かせてもらいました。離婚後、敏夫の転落ぶりはすごかったそうです。住宅ローンの支払いに苦しむ敏夫は再婚相手を見つけようとしたけど、うまくいかなかったようです。私と同時にみゆきのことも敵に回したからです。顔の広いみゆきから嫌われた敏夫は、社内で孤立。マチコンなどにも参加したようですが、どれだけいいところまで行っても、最後には相手に断られました。たっぷりローンが残ったゴミ屋敷もついてくると知っていて、結婚しようとする女はいないからです。敏夫は
裏表も激しくモラルもない男として社内で知られるようになり、評判も評価もガタ落ち。相談できる同僚も少しずつ周りからいなくなって、上司にも客にも疎まれ、どんどん立場が悪化。特に女性からの嫌われようはすごかったそうです。フォローもサポートもしてもらえなくなりました。そしてある日、離婚がもたらした大きな環境の変化に、敏夫はとうとう耐えられなくなったようです。住宅ローンも残っているのだから、よせばいいのに、会社を辞めてしまったのでした。送別会とかなかったの？同じ部署の仲間が開いてくれたりするよね。まさか、してあげようっていう人はいなかったよ。完全に人望なくしてたからね、あいつ。みゆきの話では、敏夫は自分の荷物をまとめた後、同僚に個別に挨拶をして会社を後にしたそうです。最後の最後まで誰かに引き止めてもらうことを期待しているような、寂しげな顔だったのだとか。退職したはいいけれど、時期が悪かったのか、敏夫は次の仕事がなかなか見つからずに苦しんだようです。生活の乱れは本人の見た目にも確実に現れるもの。今の敏夫は汚い家に住む清潔感とは無縁な独身男。シャツはヨレヨレだし、肌は荒れているし、表情にも生気はない。そんな人が採用されるわけはありません。敏夫のゴミ屋敷に対しては近所からの苦情も多く寄せられるようになったようです。ゴミの袋が家の外にまで溢れるようなありさまで、カラスや野良猫が増えていたようだから当然です。最後には、敏夫はとうとう家を手放すことに。結果、かなり安く買い叩かれてしまったようです。風呂、トイレ共同の安アパートに引っ越した敏夫は、爪に火を灯すような暮らしを送っているのだとか。先日、みゆきが街で偶然彼を見かけたそうですが、とても声をかけられるような顔ではなかったとか。ゾンビよ、まるでゾンビ。げっそり痩せてて、顔色も姿勢も悪くて、ちゃんと食べてないみたい。聞けば、仕事の関係で確認しなければならないことがあって、敏夫に電話した同僚がいたそうです。彼がその時に聞いた話では、敏夫は日雇いの仕事を斡旋してくれる業者に登録して働いているのだとか。それだけならまだいいですが、ギャンブル好きな悪い癖が働いたのか、投資にまで手を出して失敗。かなりの損をしてしまって、今はろくに食事も取れないような借金生活を送っているのだとか。電話した同僚に対して、敏夫は泣いてすがって、金の無心をしてきたそうです。なんて惨めな男。一方、私はというと、今はみゆきから別の男性を紹介してもらっている最中です。敏夫と私をくっつけて失敗したみゆきは、今度の相手に関して身辺調査までしてくれました。結果はとてもクリーンなもの。同じバツイチですが、敏夫より見た目も年収もずっと上の好青年です。初めての結婚で痛い目に遭ったことは、私には正直かなりショックでした。みゆきや両親が大いに慰め、一緒に怒ってくれて、ようやく立ち直れたという感じです。離婚をする人は決して少なくないとはいえ、罰がついた自分かと思うと情けなくもあります。ただ、私はまだギリギリ20代。将来を諦めたり、世を儚んだりする必要はどこにもありません。これから先の幸せのために、もっともっと自分を磨き、新しいパートナーと幸せをつかんでみせます。